オーストラリアワニは、クロコダイル属に分類されるワニの一種。特定動物。別名ジョンストンワニ。危険を感じると走って逃げ去ることで有名である。オーストラリア固有種全長200から300センチメートル。体色は褐色で、暗色の反紋がまばらに入る。興奮は細長く、基部の2から3倍で、小ぶや皮膚の隆起はない。 後頭部に並ぶ鱗、頸部に並ぶ鱗は共に4枚ずつある。前肢には水かきがないが、後肢では水かきが発達している。河川や地上といった淡水域に主に生息するが、寄水域で見られることもあり、イリエワニと同所に生息することもある。同じオーストラリアに分布する寄水域に生息するイリエワニに対し、フレッシュワタークロッコダイルの英名で呼ばれることもある。 ワニの中では俊敏で、体を持ち上げて、短距離であれば飛び跳ねるようにして走る。その速度は最高で、時速 16km 程度にもなり、丸太のような障害者も軽々と飛び越えてしまう。こうしたギャロップ双方には、体の柔軟性が関係しているようで、バウンド時の力を利用して、歩幅が大きくなったりしている。これは、お古女やチーターのような、敏少な哺乳類の一部と、 共通しており、今は絶滅した陸生ワニ類の身体能力を探る手がかりでもある。天敵としては、イリエワニや卵を捕食するオオトカゲが挙げられる。またニシキヘビによって丸飲みにされた例も報告されている。植生は動物食で魚類、小型哺乳類、昆虫類、甲殻類等を食べる。成長の度合いによって食事は変化し、 全長60センチメートル以下の幼体の頃は、無脊椎動物やカエルなどを積極的に狙う。一方で、大きくなるとそれらよりも、魚、亀、蛇などに狙いを切り替える。鳥類や中、大型哺乳類のような、大物は、イリエワニなどによって消費されてしまうため、蒸気の小物を主食にしているらしい。また、体が大きくなるにつれて、 陸上よりも水辺の動物を餌にする割合が高くなる。同様の変化は他のワニ類でも知られている。繁殖形態は男性で8から9月に水辺に穴を掘り15から30個の卵を産む。卵は11月頃に孵化する。孵化した幼体の鳴き声を頼りにメスが巣を掘り起こして幼体が地上に出るのを手助けすることが知られている。 川が革製品に利用される。近年は乱獲により生息数が減少したため生息地では保護されている。さらに人間が持ち込んだ外来種の大オオヒきガエルを誤って捕食し、耐性がないためにその強力な毒で命を落とす個体も多く、時には大量死も発生してしまう。2019年1月、タウンズビルが水害に襲われた際には冠水に乗じて、 オーストラリアは2が市街地へ侵入する可能性が危惧された。ありがとうございます。